23日に最終話が配信されたハリウッド制作ドラマ、将軍将軍、で、メインキャラクター、歌敷矢部げを演じた浅野忠信がリモートインタビューに応じ、最終話で描かれた矢部げの結末について、主演、プロデューサーを務めた真田広之との共演エピソードを交えて振り返った。以下、最終話のネタバレを含みます。動画、動画、ハリウッドが書く関ヶ原の戦い前夜、 将軍将軍、本予告、ディズニーが持つ制作会社の一つ FX が、日本の戦国時代をかつてないほどリアルに滑車した、将軍将軍。作家ジェームズ・クラベルのベストセラー小説に基づき、歴史上の戦国武将にインスパイアされた人物が、天下分け目の関ヶ原の戦い、前夜に陰謀と策略が渦巻く、将軍、 野ざをかけた戦国スペクタクルを繰り広げてきた。浅野憤する矢部茂は、戦国最強の武将、吉井虎長、真田、野家臣でありながら、ライバルの石堂和成、平武弘、ともつながるなど、表裏の顔を持つ野心的な武将だ。第9話では、矢部茂の裏切りによって安心、小須賀ジャービス、の通事、戸田真理子アンナサワが悲劇の最後を迎えた。 最終話では、虎への領地、網代に戻った矢部茂が無本の疑いで切腹を命じられ、主君である虎ガが自ら解釈、アスタリスク切腹する人が刀を腹に突き刺すと同時に、その首をギリ苦痛を軽減させる役目を務め、矢部茂の首を切り落とした。矢部茂の最後は、虎ガが長年にわたって遂行してきた壮大な、策が明かされるなど、全10話の、 将軍将軍の壮大なクライマックスにふさわしいシーンとなった。浅野は、ぶしげは、常に自分の死を楽しみにしていた男だと思います。人が死ぬ直前にどういう顔をするのか、どういう言葉を発するのかを常に見たがっていました。その瞬間が、ようやく自分にも来たと思っていますとぶしげの胸の内を解説する。虎長様が解釈を務めたことで、 やぶしげは虎永様がどんな言葉を発するのかっていうのを見たかったのだと思います。虎永様、今日はいつも私にかける言葉とは違う言葉を発することができますね。と、やぶしげは切腹するので、誰かにその内容を打ち明けることはできませんが、やぶもだけが知ることができる内容を最後に教えてくださった瞬間です。